はい、こんにちは。今回ですね、今日撮影してきた鶴舞公園、名古屋ね、鶴舞公園の桜のこちらね、4K 動画を発売されたばかりの新型 iPad Pro 9.7インチでね、撮ってきましたので、そちらをね、iMovie 含め編集から書き出しまで紹介したいと思います。で、今日撮ってきた写真はね、こちら写真のアプリで、今日ですね、今日というところで、ずらっと入っております。このように全部ね、動画 4K で撮ってます。かなりね、音も4つのスピーカーついてますね。音もよくですね、めちゃめちゃ綺麗に動画撮れてます。そして動画再生中にね、こちらほら見てください。このようにですね、ズームすることもできるので、この高解像度を生かしてですね、なかなか良い記録残せるんじゃないかと思っております。特に画面もたつきなくスムーズに、さすがですね、この新しい CPU の能力かなと思います。かなりね、サクサク、全然もたつきがないです。この辺りね、すごい評価を私はね、しております。そして、もちろんね、iPhone6S とかにも搭載されているんですけれども、ライブフォトといってですね、写真撮るときに前後1.5秒撮ってくれるシステムも搭載しておりますので、最初ね、これ、こう写真写す、このように、ね、動かすとちょっと動くの何だろうなと思ったんです。これ長押しするとですね、このようにですね、合計3秒ですね、シャッターボタンを押す前1.5秒、後ろ1.5秒を撮ってくれるんですね。ですので、前後にね、はい、チーズなんかっていう声も撮ることができるのかなと思います。編集をしたらね、1枚の静止画になってしまうということなんですけれども、こんなようにちょっとね、ちょっとした前後の雰囲気楽しめるんじゃないかと思います。では本題に入りましょう。iMovie ですね。そうするとですね、こちら今日というところに本日撮った 4K ムービーが全部スラスラと出てきております。これを全部つなげて編集して1本の動画にして YouTube に上げるというところまでをしたいと思います。ではプロジェクトから新規プロジェクトを作成しましょう。ムービーで、そしてテンプレートを選ぶんですけれども、こういったね、かっこいいものから、こんなテンプレートがあります。今回は本当にオーソドックスなものを作るので、シンプルにしましょう。こちらで作成を押します。ではですね、こちら順番にちょっと作っていきましょうか。ですね、まずここのですね、すべてのとこからメディアを追加します。今ね、こちらすべてというところで、今日こちら撮った映像ですので、こちらを追加していきましょう。古いものからね、このように再生しながら、なんだっけなっていうのを選んでいきます。で、私はですね、ここでこうね、範囲を指定しちゃうよりも、どっちかっていうと、もうこれね、下で全部制御しちゃいます。個人それぞれね、人によってはやりやすいやり方があるかと思いますけれども、基本的にはこちらからね、順番に入れていくというスタイルで、私は撮っています。もう入れちゃった。このような感じで全部ね、今オレンジになっているのが下のタイムラインに表示されているものになりますので、ここに全部並べてみました。これで今8分59秒となってます。これからね、必要な部分だけをこう切り出していく作業になります。このようにね、再生しながらいる部分を撮っていきますが、最初の部分は喋りなんでね、ちょっと全部いるかな。
ちょっとね、こう後ろの端っこ切りましょうかという時にはこちらで、分割といってこれをまあ消すと、こんな作業を繰り返していきます。でこちらでね、オーディオの波形を見れるんですけれども、これね、私喋ってる時があるので、それがちょっとね、波形ある時は結構リニアにこう上がるので、それを目安にするために結構つけてます。はい、ここちょっと、こっから盛り上がるのは喋りが入りますので、もうこの辺で頭いらないのでカットしちゃいます。でこちらゴミ箱に捨てると、こんなような感じでずっとね編集をしていきます。で間はもう全部ディゾルブでいきましょうか。まあカットでもいいんですけれども、そのままのなしでもね、パッドシーン切り替わってもいいんですが、ディゾルブにしていきましょうかね。もうこの辺からいらないかなとかね、いうことを考えながらどんどん消していきます。で、喋りがね入ってるとこ以外はですね、オーディオは消しちゃいますので、このようにオーディオを切り離して、このオーディオをさよならとしております。これで音がありませんので、 BGM とね組み合わせて、まあ、余分な雑音ノイズを消し去ることができます。前後切りたいよという場合はもうこれをね調整して、まあこいつの頭と、まあ、この辺かなということで、このように短縮してあげましょう。ということで、カットとこのように短縮を使い分けながら、どんどんね、ムービーを組み立てていきます。じゃんじゃかじゃんじゃか縮めていきましょう。これで一通りですね、編集終わりました。クリップがつながりましたね。非常に編集サクサク、特にね、もたつくこと全くありません。まあ、エフェクトね、全然かけてないのもあるんですけれども、このようにフェードの様子もこのようにリアルタイムでね、見ることができますので、かなり編集サクサク 4K でもいけるかと思います。あと、まあ、こういったね、フィルターをいろいろかけれるので、まあ、これをかけながらね、好みの作品に仕上げていけばいいかと思いますが、私の場合はまあ今ありのままの色とかそういった画質をね表現したいのでなしというものにしております。速度も変えれますし、音量ですね変えることもできます。で、こちらですね、黒からフェードイン、黒へフェードアウトしましょう。そうすると最初ですね、このようにフェードが作品の前後でかかります。次に BGM を入れましょう。こちらオーディオからですね、私の場合はプレイリストで BGM、 こちらですね iTunes マッチで登録してある YouTube の BGM です。そのリストになってます。それをこの iPad にね落としてますので、そこから持っていきましょう。ここのですね、iTunes マッチでプレイリストを表示しているんですけれども、BGM と書いてあるところで、今これ全部ね、このモバイルマークになってますので、全部落ちてますけれども、他のものね、例えばですね、こちら今、雲のマークになって、矢印になっているものはダウンロード可能というボタンですので、こちらを押すと、このプレイリスト全部がですね、この iPad 上に落ちてきますので、その作業をしないと、BGM として使うことはできません。そういった作業をした上でですね、オーディオのプレイリストの BGM、 こちら BGM から好きな曲を選んでいきます。ではね、この曲にしましょうか。この曲をドンと落とします。そうしますとこのようにね入ります。ただ後ろが余るので、この余った部分を、まあ、この辺までね長さ揃えましょう。そして音量ですね、音量こちらね、このまま流すと全く自分の、ね、声が聞こえない状態になりますので、これで音量を下げましょう。フェードと今押しますとフェードインします。フェードこうですね、フェードと押して
こう動かすとフェードアウトする位置を指示することができます。フェードインも同じですね。もうちょっと立ち上がり早くしたい場合はこうなります。で全体音量ですね。あとはこれはもう聞いて調整になります。で音声がない場合はね、自動的にちょっと音量大きくなってくれるのかなと思います。で後半部分の音楽どうしようかなと思うんですけれども、このように全部に音楽をつけ終わりました。 BGM ですね。